今日の県内は断続的に雨が強く降り、おとといの降り始めからの雨の量は湯の前町横谷で200ミリを超えました。対馬海峡付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。県内はこれから夕方にかけてが雨のピークで、熊本地方と阿蘇地方では局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日正午までに降る雨の量は多いところで180ミリの予想です。現在大雨警報が山ヶ木口と荒尾玉名、阿蘇地方、人吉市に発表されています。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。